じゃあ自己紹介お願いします。はい。はい、私たち、2025年から来た君色アイドル、ハバーガンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、私たちは、ショールームで唯一の帯番組、毎日18時から配信しているエブリデイカバーガールズを担当しています。今日は担当曜日と自己紹介をしていきます。はい。はい、名前は少年、見た目は少女、その名は、おりょう。こう見えて22歳のマシュマロ系女子、おりょうこと石田亮です。月曜日担当です。お願いします。はい、順番じゃないの。ちょっと間違ってます。はい、火曜日担当してます。カバーガールズの天然記念物といえばパルリン。18歳のスペックガールパルルンこと坂東遥です。よろしくお願いします。はい、みんなの前ではツンデレラ、でもあなたの前だけでレレレラ。ゆうちんこと木村ゆかです。水曜日担当です。よろしくお願いします。はい、山形県産チェリーガールたまちゃんこと児玉泉です。カバーガールズでは最年長です。木曜日担当してます。よろしくお願いします。はい、玉ねぎ、長ねぎ、ねぎねぎし、ねぎちゃんことねぎしまゆみです。金曜日担当しております。よろしくお願いします。はい、これまたあれなんですけど、僕カバーガールズさん、中野サンプラザでチラシをもらって、それで次の日ライブ行きました。5月のね、ゴールデンウィークから、オークレストで、ステーキ公演やってる。チラシって配るもんなんだなと思って、ありますよ、ね、すごいなと思って、それでチラシ、あまりにグイグイ、誰にもらっちゃったか忘れちゃったけど、すごいグイグイ来たから、あ、じゃあ行きますって行ったんですよ。ありがとうございます。どうでした、どうでした、ライブはどうでした。ライブね、面白かった。なんかね、誰かが復帰の日だったんですね。この子かな。そうだ、そうだ。そうそう、それがなんかね、そう印象的でした。誰かって言ってごめん。いたみたいな感じ。ああ、なんかこういう感じなんだな。はい。すごい楽しかったです。ありがとうございます。そう、今日の意気込みは。はい、私たちは今、ショールームアイドルファンタジーはレベル11に調整してるんですけれども、うん、こちらの特番ですね、レベル9を達成できたのは、今皆さんが応援してくださる皆さんが、アイテムを投げてくれたり、コメントを投げてくれたり、で皆さんがたくさん応援してくれたから、こうやって出れてるなと思って、すごく本当に感謝しています。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はその感謝の気持ちを伝えられるように、全力で頑張っていきたいと思います。はい、じゃあ、小田丸さんです。よろしくお願いします。はい、お願いします。